暑い日が続いておりますが、ご機嫌いかがでしょうか。今日の全日本女子プロレスは静岡県の浜北市にやってまいりました。浜松で新幹線を降りまして、車に乗りますと北へ約20分というところにございます。人口7万5000人という大変歴史の古い田園都市でございます。しかし今日はこの浜北市、もう女子プロレス一色といった感じでございまして、会場ももう大変な熱気でございます。早速熱戦をご覧いただくことにいたしますが、まず今日の放送席、お客様をご紹介してまいりましょう。まず解説はデイリースポーツ運動部おなじみの宮本久夫記者でございます。宮本さん、よろしくお願いします。浜北市は宮本さんも何度かいらっしゃったことありますか？僕は浜松までは来てるんですけどもね、はいはい、浜北は初めてですね。そうですね、はい、もうすぐ近くが天竜川ですね。そうですね、はい。しかしここもですね、本当に女子プロレスファンでもう超満員ですね。なかなか今日も熱気がね、はい、会場にありますね。いい試合を期待したいですね、はい。さて今日のお客様でございます。まず武田久美子さんです。よろしくお願いします。久美子ちゃん、はい、女子プロレスなんてのは時々テレビで見てくれてますか？たまにテレビで見てるんですけども。あ、そうですか。すごいね。え、すごいファンでしょ。もうすごいですね。久美子ちゃんはスポーツなんかはどうなんですか？全然こういう格闘技みたいなのはダメなんです。で、なんかバレーかなんかをやってたのかな？クラシックバレーに。クラシックバレー、クラシックバレーとちょっとプロレスは違いますけどもね。はい、今日は一つ十分に楽しんでください。はい、はい。それからもう一人お客様です。ウガンダ、よろしくお願いします、ね。ウガンダさんと言ったらいいんですか？いやウガンダでいいですよ。ウガンダでいいですか？はい、はい。ウガンダはね、いい体してますけどもね、何かスポーツはやってました？いろんなことやってきましたけど、はい、柔道とかバスケット。柔道バスケットました、ね。女子プロレスはいかがですか？すごい熱気です ね。もうやる前から汗かいてますよ、はい。何かウガンダは特にファンがいますか？そうですね、やっぱりクラシックギャルズなんか、クラシックギャルズ、極悪同盟はどうですか？ちょっとなんかやっぱり似てるタイプだから。似てるタイプだから、体型が、あんまりあれですね。ダンプ松本なんかね、何か親近感を持って今日放送席来るんじゃないのかな。なんか夜出てきたらなんか怖いですね。そうですか、はい。という体は大きいんですが気持ちの優しいね、ウガンダがゲストでございましてね、果たして今日はどういった試合を展開してくれるでしょうか。それではまずリング上ですね、歌から参りましょう。どうぞ。
ルカスイスからセンセーショナルなアイスクリーム。9月2日ご期待ください。あなたならどう乗りますか。ファッションも便利さも思い切り特別、アルト100万台記念特別使用車5ドアのアルト誕生。強くなるぞ見ろという冷たいミルクで毎日飲もう。強い味方だ見ろ。パパが出た、僕が出た、お風呂が狭い。おかま退場。風呂釜を外に出して広いお風呂に入りましょう。お風呂のプロレス東京ガス。カニさん待ってください。どうしてこんなにモテるのカニ。カニ日水シーディッシュプシュッと新発売。超満員の会場に今ゴングが鳴り響いております。これから選手が入場をしてまいります。浜北市民体育館、もうこれ以上はお客様入りません。文字通りぎっしり超満員の中、今選手の登場であります。興奮が一段と大きくなりました。ジャンボ堀例によってチャイナスタイルのダウンでありますジャンボ堀が今青コーナーに入場です。さあ音楽が変わりました。ご存知デビルの神のテーマ音楽であります。今日は見応えのある30分日本勝負から試合が始まります。デビルの神のジャンボ堀。すでに通路にはファンがぎっしりであります。世の中を今しっかりしっかりデビルの神が入場してまいります。浜北市民体育館。宮本さん、はい、このデビルマサミジャンボ堀はこれから始まります、タック戦ですか。タックのリーグ戦が開始されるわけなんですけども、コンビを組むんですよね。そうですよね、はい、もうあの53年入門の、まあ、同期生のコンビですからね、はい、非常に、まあ、あの楽しみなコンビなんですけどもね、まあ、今日この一戦、まあ、あの一騎打ちを行うというのもね、ちょっと皮肉でしょうけども、まあ、お互いに、ね、あの力を出し合ってみてね、お互いの力を確認し合う意味ではあのいい試合をやるんじゃないでしょうかね。お互いにですね、お互いを尊敬できないと、力を認め合えないといいあのタッグのコンビは誕生しないと言われてますよね。そういった意味では今日は一つ思い切り戦ってもらいたいジャンボ堀、そしてデビルマサミであります。さあ試合が始まりました。レフリーが阿部志郎です。最近の阿部志郎のレフリングは非常にあのオーソドックスといいますかね、ちゃんとしたレフリングをやっております。まあ、あの阿部志郎という紹介に場内からおっという声がありましたが、おそらく今日もちゃんとしたレフリングをやってくれるものと思われます。さあまず力比べという感じになりました。さすがにジャンボ力が強そうです。ちょっと押され気味デビルマサミ、苦しそうな表情になりました。さあ足を飛ばしてキックオフでやります。デビルマサミ
今度は逆を取った。そして後頭部を叩きつけました。さあデビルの攻撃が続いております。ローブの反動を利用しております。さあ今度は逆に足を取った。キックでやります。見応えのある一戦、宮本さんからも紹介がありました。同期生対決でやります。まあ、しかしこの2人は今年の夏から秋にかけましてはがっちりとコンビを組んで、またフジテレビ杯争奪のタッグリーグ戦を戦っていくわけであります。ウガンダはあのデビル雅美ね、はい、どういうふうにご覧になりますか。いやすごいですね。彼女は歌うまいんですよね。うまいんですよ、ね、はい。いやさっきとなんかすごいですね。体が大きくてね。とにかくこの2人はね、まあ、あの今日は30分1本勝負でやってますけどもね、本当にあの実力白昼というんでしょうか ね、 ね、見応えのある一戦ですよ。ふみきちゃんはねこうしてあの初めて見るわけですけどもね、女子プロ格闘技いかがですか。もうすごい圧倒されっぱなしですね、はい、何か息を飲む思いでね、放送席からジットリング場を注目しております。今日のゲストのウガンダ、そして武田久美子ちゃんであります。今年はどこに行っても超満員というファンに注目されて試合を行います全日本女子プロレス。まあ、4月にもですねほとんど休みなしというスケジュールが組まれてましたが、7月はですね全く1日の休みもありませんでした。そして8月、まあ、武道館対決で大いに盛り上がったわけでありますが、その前も正式なあの休みに入るまでは1日も休みなしということで、7月それから8月の前半ですか、選手たちは本当に各地を転戦して目いっぱい試合をやってるわけですよね。そうですよね、はい、もう夏場ですね、もう40日ぐらいですね、もう大変なことですよね。そうですね、はい、ですから私たちはもう鍛えてないんでね、こうして放送しているだけでも汗びっしょりなんですけども、選手たちは大したもんです。リング上はひときわあのライトがこうこうと照らしつけてるわけなんですけども、まだあのほとんど汗をかいていない状態であります。うっすらと背中のあたり汗がにじんでまいりました両選手。まあ、しかしこれだけ の強行スケジュールっていうのはちょっとあの男子のプロレスでもないんじゃないですか宮本さん。まずちょっとないです ね、はい、まあ、1日も休みがない連戦ですからね、はい、やっぱり相当ハードですね。もう普通の人ならですねもうそのサーキットについていくだけで大変ですよね。そうなんですよね、はい、若い選手なんか毎日試合があるわけじゃありませんけども、まあ、あのリングを片付けたりですねいろんな雑用に追われますでしょ。その雑用をしているだけでですね体重がもうがっくり減ったってこと言ってますよ。本当ね、はい、まあ、夏バテがねどうしても来ちゃうんですけどもね。そうですね、はい、ましてこうしてリング上でね連日連夜試合を行っております全日本女子プロレス、大変なことであります。ようやく今デビル雅美の背中から汗が流れてまいりました。攻められておりますジャンボ堀、これまた苦しいんでしょう。汗がどっと浸してまいりました。試合はいよいよこれからではあります。30分1本勝負。まあ、ジャンボ堀選手も大体あの冬場になりますと持病の腰痛というんでしょうかね、腰を痛めて苦しい試合が続くんですけども、夏場はですねやはりあの冬に比べるといいようですねコンディションが。そうでしょうね、はい、まあ、腰にしても膝、まあ、肘にしてもね、やはりあの夏場の方がこの暖かい方が状態はいいですからね。そうですね、はい、ギブアップか。まあ、ジャンボ選手も動き自体はね、そんなに無理はないようですね。そうですね、さあ依然としてデビルの攻勢がついております。ロープを利用しておりますデビル雅美、同期生対決です。おっとおっとっとっと、これはラッファイト、デビルらしい攻撃を仕掛けて、おっと今ジャンボ堀両外に落ちた、今度は足を持った、ジャンボが足を持って下に落とすか、どうなるか、両外転換高速でやってまいりました。悲鳴を上げている久美子ちゃん大丈夫か。最近は場外乱闘でもジャンボ堀本当に気合が入っております。デビルがやられました。場外戦ではあまり負けたことがないデビルが今日は珍しくジャンボの試合の前にちょっと劣勢ですね。本当ですね、はい、ロープ際ではねデビルが攻撃してたんですけどもね、まあ、場外に落とされてもう怒りましたね、はいはい、
いやー、クルクちゃん大丈夫でしたか。大丈夫、はい、場外乱闘で思わず悲鳴を上げました。クミコちゃんでやります。あ、びっくりした。まあ、あのガンダの場合はね、体が大きいから、私も安心して見てますけどもね。いや、でも怖いですよ。はい、どうかあのクミコちゃんが危ない時はね、助けてあげてくださいよ。はい、わかりました。よろしく。ちょっと場外戦でジャンボの方の気合が混ざっていた、そんな感じがいたしました。デビルマサミエプロンです。まあ、デビルもそういえばサイレントグッバイですか、最近はあのレコード活動もなかなか盛んになりましてね、もうあのクラッシュに負けないぐらいのですね、テープが飛んで歌を会場で歌ってますけどもね。そうですね、はい、もう歌の方にもね、相当力を入れてますね。レコード会社の人に聞いたんですけどもね、この人は本当にその例えば、セールスプロモーションなんかありましてね、何かあのサインとか頼んでもですね、もう目いっぱい力いっぱい協力してくれるそうですね。はい、はい、さあ今度は高低差を利用いたしました。担ぎ上げて下に叩きつけるというジャンボの攻撃であります。依然として右足を攻めております。強烈、思わず悲鳴を上げましたデビルマサミ。クミコちゃん何でもないみたいですけどね、ああいった技も一つ一つ普通の人がやられたらもう一発で終わりですもんね。そうですよね、折れちゃいますね。そうそう、ですからね、普通鍛えてないとなかなかあの受けられませんよね。私なんかやったらもう、はい、ガンダなんかあのいろんなスポーツをやってたんでね、こういったあの格闘技の怖さ、そういったものも分かりますでしょう、見てて。 で、ね、でも技かけてる方も痛くないんですかね。いや、痛いんですよこれ。さあ、デビルがトップロープに、いや、ジャンボがトップロープに上がりました。あー、さあ、足を引きずりながらなんとか反撃に転じようというデビルマサミであります。ロメロスペシャルの体勢に入ります。釣り天井が出そうであります。足を痛めつけられた後、釣り天井というのは確かにガンダも言ってますが、かける方も痛い大変であります。しかし軽々と持ち上げました。さあ、釣り天井です。ロメロスペシャルが出ました。阿部志郎レフリーがギブアップか盛んに聞いておりますが、これはなんとか我慢いたしました。うん、やはり足が痛そうですよね、右足。そうですね、デビルマサミ、はい、まあ、ジャンボもね、ちょっと腰を痛めつけられましたね。腰を痛めますよね。まあ、あの足は痛かったんですけども、やはり相手の腰を痛めつけるという意味では今のロメルスペシャルは健康に一滴ですね。反撃の機会を捉えましたデビルマサミであります。さあ、パンチ攻撃はジャンボ、今度は強烈なストレート。さあ、ロープに振ります。デビルが行く、どうか、あっと思い切っていった。ダイヤートを炸裂してやります。さあ、依然として足は引きずっておりますが、デビルの反撃が開始されました。今度はクロスチョップ、もう一発いくか、上になった、カウントが入る、カウントは2であります。ようやくデビルマサミ自分のペースになってまいりました。もう一回ロープに振ります。ジャンボが振られた、今度はどうか、あっと返り上げた、ジャンボ堀後ろに落としました。どうでしょうか。いやー、そうですね、返り上げて、本当ですね、もういかにも堀らしいね、すっと捕まえてしまいましたからね。らしいですね、はい、そして今度はフロントバスターであります。強烈、これまた後頭部を打ちました。ジャンボの豪快な技が炸裂しております。さあ、どうでしょうか、またやってます。あれなんかももう大変です。さあ、今度はどう持っていきますか。ああ、コーナーポストに据えております。パンチを一発入れて、ああ、今度は逆だ、この辺りがジャンボ堀、ちょっと惜しかった。逆に、あっと、デビルの反撃であります。デビルに反撃を許してしまいました。コーナーポストに据えたまでは良かったんですけども ね、はい、逆襲を食ってしまいましたよね。逆襲を食った、しかしまたジャンボが逆襲だ。さあ、後ろに持っていく、このまま決めるかどうか。1点2点3点、カウントは3対1か。今のは一体どうなったのか、どちらが勝ったんでしょうか。ジャンボ堀ですか。いや、あのデビルマサミですね。デビルですね、はい、あ、いや、まあ、ジャンボ堀がね、後方回転エビ固めに今捉えたんですけど、もう1回転あのデビルが抑えてしまいましたね。なるほど、はい、いや、私は一瞬でどちらが勝ったのか分かりませんでしたよ。いや、ジャンボ堀あっけに取られております。デビルマサミはにっこり、しかしジャンボ堀がちょっと抗議。いやいやいや、今のはね、しかしデビルマサミとしては会心でしょう。思わず笑いが止まらないという感じですよ。そうですよ ね、あの、はい、まあ、タイミングの問題ですからね、カウント入るね、
鮮やかな逆転勝利でした。デビルの勝利。元気だと仲がいい。新ポポン S 錠ビタミンカルシウム配合保険剤、肉体疲労時の栄養補給にどうぞ。スイッチポンです。出た。お湯が出ました。止まった。ピタッと止まった。マイコンがお風呂を沸かす。全自動お風呂釜。全自動って便利だな。お風呂のプロレス東京ガス。筋肉は水で動くマシンだ。高機能スポーツ飲料ゲーターレイド。草津よいとこさくらいにおいでハードクッション。楽しさでっかく世界のさくらい。余は満足じゃ。ここに決めい。なんかいるんじゃない？カーペットに畳に、嫌な虫にはダニアース。お部屋にダニアース。お宅大丈夫？さあ今度は華やかに6人の選手が登場してまいります。30分一本勝負6人タッグマッチであります。青コーナーです。縦野のりおが、そして長堀和雄が、山崎一輝が入場してまいりました。続いて赤コーナー選手の入場であります。ジャガーのテーマが流れております。赤コーナーからはジャガー横田をリーダーにいたしまして、小倉由美、そして小松美香、先頭を切っておりますのはご存知小松美香、2番手小倉由美と続いております。そしてジャガー横田、場内は興奮のど嫌な運が増しております。藤井エディングアナウンサー、まず赤コーナー選手の紹介。
やはりあの若い選手の中でジャガー横田がね、今日は一体どういった動きを見せてくれるか、このあたりなんですかね。そうですね、はい。まあ、今もう夏場でね、まあ、若い選手の方が元気がいっぱいありますからね。本当ですね、はい。しかもジャガー横田選手はちょっとあの足を痛めてましてね、このあたりが心配なところであります。まあ、いつもですとあのレスリング用のシューズを履いてるんですけども、今日は足を痛めておりましてシューズを履いておりません。そうですね、あの、はい、足をあのバンテージでね、あのちょっと補強してますんで、ね、そうなんですよね、ちょっと靴を履くのは無理だようですね。はい、久美子ちゃん、まあ、ジャガー横田選手ね、ちょっと足は故障してるんですけども、この人が今全日本女子プロですね、体は小さいんですけども最強の選手と言われてるんですよ。あ、強そうですもんね。はい、動きなんかすごいですよ。はい、ね、体がだから大きくなくったって格闘技はね、いいわけですよね。気が強ければ。はい、久美子ちゃんなんか自分で自分の性格をね、診断してみてどうですか。昨日方はやっぱ相当強いんでしょ。そうですね、でも、さて、ウガンダね、はい、ジャガー横田が、まあ、いきなり長織風と対戦してますけどもね、はい、ジャガー横田はもう十分ご承知でしょ。はい、分かってます。はい、問題は足の故障をしてどういった試合を今日見せてくれるかであります。しかし長横田という人本当に気が強いというかやる気十分の人ですね。本当ですよね。普通だったらちょっと試合ができるような状態ではありません。したがって今日はレスリング用のシューズは履いておりません。そして早いタイミングで今小松美香にタッチいたしました。相手は長織和江であります。おっと小松足が取りました。見事なキックでやります。まだいった。あれあの三日月蹴りなんでしょうか。いや、あの普通の要するにあの回転したそばっとですよね。あ、そうですか、はい、そばっとですか。あれあのしかしタイミングよく入ると何かあの相手のボディにねぐざっと突き刺さるような、そうですね、やはり、蹴りになりますね。まあ、後ろに目がありませんからね、はい、その辺をうまくあの距離を置いて、まあ、あとはタイミングですよね。さあ、そして縦の範代選手が登場してまいりますと一段とまた場内のボルテージが上がっております。縦の範代をそれから山崎樹に対する声援もなかなか多いような感じです。浜北市民体育館、まあ、ここは現在は引退してますけどもタランチェラの出身地でしてね、今日もあの会場にタランチェラのお父さんの姿がね、見られました。そして今小松美香に代わりまして小倉由美選手が登場いたしました。小倉と山崎月の対戦になっております。まあ、夏場で選手は大変なんですけども、この山崎月選手も7月はちょっと体調を崩しましてね、今日聞いたらあの13日間ぐらいリングから遠ざかったそうですね。そうですね、あの、まあ、神経性胃潰瘍といいますかね、はい、ちょっと内臓を痛めてたようですね。去年も胃をちょっと痛めてね、なんとなく制裁を欠いておりました山崎樹。今シーズンは絶好調で、シーズンを迎えたわけなんですけども、また突如としてその胃痛に悩まされたようであります。まあ、しかし本人も今日話をしてみますと、お医者様にはどこといって悪いところないんだから、ほとんどはあの胃の痛みっていうのは若い人の神経性のもんだから、そう心配することはないっていうふうに言われたんで ね、そうですね、だいぶ表情も明るくなってますね。はい、体はまあちょっと痩せたかなという気はしますけどもね、はい、動き自体はあのそうやり上がりだ人とは思えませんよね。大丈夫ですね、はいはい、とにかく山崎樹選手がちょっとあのリングから遠ざかると姿が見えないとファンは寂しがりますんでね、ようやく復調してリングに戻ってまいりました山崎樹。人気のあるね、本当にサンバスターなんですけどね、寂しいですよね、はい、さて縦の範代選手もまた山崎樹カムバックで今日は燃えたリングになっております。あっとジャガーが登場いたしました。あっとあっと足を飛ばしましたジャガーであります。ジャガーが痛めているのは左足ですか。そうですね、はいはい、まあ、左足っていうのはあのレスリングの場合軸足になるのでちょっと試合はやりにくそうですよね。そうですよね、はい、ジャガー横田という人はもともと宮本さん
怪我が少なかったんでしょ、そうですね、あまり大きな怪我をしたことはないみたいですね、はい、まあ、右腕ですね、はい、右肘といいますか、それから、まあ、右肩ですね、はい、それはやったことありますけどね、長く休んでも3日か4日ってところでしょ、そうです ね, ね、はい、まあ、右肘をやったときは3日間、はい、まあ、右肩をやったときはもう全然欠場しませんでしたからね、そうでしたよね、はい、まあ、今回は3日間欠場させていておりましたが、それにいたしましてもジャガー横田元気いっぱいであります。暑い盛り、しかも過密スケジュールの中、よくジャガー横田頑張っております。さあ山崎樹との対戦です。こうしてウガンダジャガー横田の動きを実際にご覧になっていかがですか。はい、すごいですね。でもなんかちょっと足痛そうですね。やはり気にしてるようでしょ。そうです ね, ね、はい、テーピングをね相当きつくやってるようですけども、やはり足というのはねこういった格闘技ではどうしてもポイントになります。すごい根性ですね、はい、普通だったら休んじゃいますよね。本人も今日ね控えてて、何か肩とかね腕とかそういった上半身のね怪我だったらもっともっと動けるんだってことを言ってましたよ。あ、そうですか。はい、さあ、トロフィーか、さあ、山崎さんか、右足で蹴った、さあ、今度は山崎横田、ボールでやります、山崎樹、あーっと、後ろバックリップ、これはきれいに決まっております、さあ、容赦いたしません、山崎樹、しかし、ジャガー横田もついと抜けました、この辺り、ジャガーの腕は全く衰えておりません、そして今、小松美香登場いたしました、今日は小松美香が積極的に入ってまいります。さあキックだ、ドロップキック、そして今度はどうするか、横に落としました、カウントが入りましたが、ワンでやります、久美子ちゃんね、この山崎樹っていう選手は髪長くてね、かっこいいでしょ、かっこいいですね、男性ファンが多いんですよ、あ、そうはい、なんとなくそういったところ分かりますか、分かります、はい、そして今、長堀風、そして小松美香に代わっております。小松美香、長堀和江の対戦となっております。6人タッグマッチ、30分1本勝負、レフリーが阿部志郎でやります。長堀和江選手も、まあ、新人として大いに期待されたんですけども、どうも一つ壁に打ち当たってね、このところやや精彩を欠いているという声があります。本人もそのあたりは十分に知っております。なんとかその声を乗り越えたい、破りたいというので今必死の毎日であります。さあ殴り合いになった、この辺りは負けておりません。大村とそして長織、あっと今度はどうするか、逆さを抑え込みに入りました。まあ、長織、大村目指すはですねクラッシュギャルズ長与さんのね本気のレスリングといいますか、シューティングスタイルのレスリングであります。思い切って気合を込めた試合が展開されております。そして今大村と縦野の試合になりました。おっと大村がいった、この辺り縦野ちょっとのみにしておりました。カウントが2つ入っております。目まぐるしい展開です。そして一気にジャガーが飛んでいる、カウントが入った、カウントは2であります。目まぐるしく選手が変わり、そしてカウントは入れられます。浜北市民体育館、さあジャガーがいった、あーっとこのままいくか、阿部志郎を見てなかった、カウントは2でした。今ジャガーがジロッと阿部志郎を睨んだ、コブラツイストの体勢に入っております。ジャガー横田、あっとその足を持った、さあまた行った、また今度は足を抜いてやります。自分が足を痛めております、先に相手の足を攻めております。ジャガー横田、この辺りはさすがといった感じ。昨日ちょっとエキシビション的に試合に出たばかりだそうですけども、ジャガー横田大変なもんですね。いやもう大変というよりもうびっくりしてますね、はい、ちょっとね、びっくりですね、はい、よくやってますね、はい、もうちょっとオーバーヒートじゃないかなと思いますね、はい、確か診断はですね左足首の完全脱臼だそうです ね, そうですね、普通だったら大変ですよ、はい、さあこのジャガー横田、今小倉由美にタッチいたしました。小倉由美と縦野範代の対戦になっております。まあ、小倉由美が全日本選手権の挑戦者決定シリーズでね前線検討しながら部の中の選手には勝てずにね涙を飲んだわけなんですけどもね。そうですね、はい、やっぱり勝てなかったということをねやっぱり反省材料にしてね、はい、まあ、頑張ってほしいんですがね。この人はやはり現在ジュニアのチャンピオンベルトを持ってますけども、やはり新人の中ではちょっと抜きんでた力の持ち主なんでしょ。そうですね、だから気が先走るというかね、まあ、長与千草がですね、はい、まあ、昔の私みたいだという表現を使いましたけどもね、
ですか、はい、今やっぱりこういうスランプの中で気が先出し部分があって、まあ、ぎこちない部分もいっぱいあるんですけどもね、なるほど、もう乗り切ってきたらね、急浮上して上がってくる時期が必ずやってくると思うんですよ ね、はい、そこまでも我慢してやっぱり頑張って精進を積んでほしいですよね。そうですね、はい、さて今赤コーナーはジャガー横田にキャッチでやります。あーっとジャガー横田思わず悲鳴を上げました。縦の乗りをであります。今右足をがっちりね入り込んでますね。これは何という攻めなんでしょうか。そうですね、まあ、腕の場合はね、はい、黄色くと言ったり、黄色くみたいな、はい、足の黄色くでね、足の方へ回ったりですよね、はい、おそらくこれもメキシコ遠征あたりでね、ジャガー横田が自分のものにして帰ってきたんでしょう。がっちりと今足を抑え込みました。思わず縦の伸びを選手が悲鳴を上げました。そしてインディアンデスロックでやります。体重を預けます。まあ、自分の痛い左足をあまり使わずに右足そして上半身を使った技、さすがにジャガー横田といった感じがいたします。そうですよね、傷ついていても鋭い目、消化所をうまくカバーしながらね、やっぱこれだけの技をちゃんと使えるんですからね、はい、しかし逆に言えばですね、ジャガー足を痛めてるんですから、山崎樹あたりね、思い切って攻めてもいいと思いますがね、格闘技です、遠慮はいりません。さあどうでしょうか、サイドヘッドロックに入りました山崎樹。しかし逆にジャガーロープに振った、あーっと山崎樹ショルダーアタックでやります。さあ樹が行く、思い切ってたきつけます。今日はこの会場男性ファンがたくさん詰めかけておりますが、声を揃えて五木コールでやります。そして今小松美が入ってまいりました。ロープに飛ばした、五木が行った、強烈なキックでやります。山崎五木行きました。そして縦の塔2人攻撃だ、フレッシュコンビ誕生いたしました。あーっと2人で行きました。そして今山崎五木2段ロープに上がっている、叩きつけた、この辺りが山崎、ちょっと残念だった。おっと今度は山崎また上に上がった、今度は一気に取った、見事小倉優、そして小松美香すっ飛んだ。さあ山崎が構えている、小松がフラフラっと来たまたキックが上から突き刺すような強烈なキックであります。ホールの体勢だ、ジャガーが入ったがダメ、優子ちゃんが思わず悲鳴を上げました。しかし山崎につき見事でした。フィニッシュは山崎の山が迫力がありました。6人タッグマッチ、やはりジャガー横田がいる赤コーナーがよもや負けるわけはないと思ったんですけども、思い切って出てこれませんでしたよね。まあ今日はねやっぱり足の怪我もありますからね、はい、まあ小松小倉もねよくフォローしたと思いますよ。そうですね、はい、はい、敗れはいたしましたが、やはりジャガー横田さすがに満員のお客様をうならせました。